そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ひどい。サスケは何だってばよ。だ、エロ仙人。やお、相変わらず傷の治りは早いようだの。え、ああ、うん。サスケはダメだったようだな。修行？ああ、これからわしの弟子として3年間でお前を一人前に育て上げる。じゃあこれでまたサスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。サスケは、あいつを連れ戻してやるとか思ってんならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるのか。今のお前のそのありさまを見てみろ。これは遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断や選択をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でももっとすげえ術編み出してサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。じゃあの。わっ、今日立つのか。うん、そうか、少し長旅になりそうだな。うん。そろそろ行くぞ、ナルト。おう、じゃあ行ってくるってばよ、イルカ先生。ラーメン代は出世払いね。たく。頑張れよ、ナルト。見ててくれ。